何かを探すみたいに、ずっと、いつまでも、窓の外を。ごめんね。部活があったから今日はちょっと遅くなっちゃった。隣のおばちゃんから桃もらったよ。一緒に。で、え？たら、で、なって、お父さんが。お父さん？お父さんがどうしたの？お父さんが僕の上に乗ってきて、お母さんも乗ってきて、何かが刺さる音がして、お母さんがボキボキってなって、よっくん、お父さんぐちゃぐちゃになって、ようじやめて！陽君の肩を掴んで揺さぶったんだけど、絶対に窓の外から目を離さなくて。陽君がつぶやいてたことも事故のショックのせいだと思ってたの。でもあれは陽君が実際に体験したことだったんだよね。ぶつかったトラックが積んでた鉄骨が窓から入ってきて、三人の胸を貫通してたんだと。匠と泉さんが幼児を守るように覆いかぶさっていたな。まあ、だから幼児も即死だと周りは判断してたらしいんだがな。なぜか幼児だけが病院で息を吹き返したんだそうだ。奇跡ね。助かってよかったじゃない。いやだがな、少し気味が悪くないか。鉄骨は確かに幼児の胸も貫通してたらしいんだ。それに匠だけなぜか損傷が激しくて人の形をとどめていなかったらしい。幼児は体がびっしょり濡れていて、何か血液のような体液が検出されたって話だし。血液のようなって血じゃないの？厳密には違うらしい。あらまあ、それはそうね、不気味ね。親戚の人たちはみんな、陽君が一度死んだのに生き返ったんだって、そんな風に言ってた。ひどいよね。どうしてみんな素直に喜んでくれないのかって、悔しくて仕方がなかった。でもね、確かに陽君
病院に運ばれた時点では死亡していると判断されていたの。それが奇跡的に息を吹き返したのよ。ずっと黙っていてごめんね。怖かったの。本当のことを言ってしまったら、陽君がまたあの時みたい窓の外を見ていた時みたいになってしまうじゃないかって。陽君は生きてるんだから、言わなくてもいいことなんだってずっと目を背けてきた。やっぱりそれじゃいけないような気がしたの。本当のことを言わずに陽君を守るなんて、そんな偉そうなこと言う資格はないってずっと思ってた。この間、陽君が体調崩したって聞いたとき、不安だった。もちろん心配だったからなんだけど、それだけじゃなくて、すごく嫌な予感がした。なんだか、陽君に何かが起こるような気がして、とすごく怖くなって。でも思い出したの。陽君が生まれたばかりの頃、お父さんとお母さんに言われたこと。父さんと母さん、幼児と私はたった二人きりの兄弟だから、もし何かあっても助け合って生きてほしいって。なんでそんなこと言うのかって聞いたら、
お父さんとお母さんはこう言ったの。変わらないものなんて何もないって。何が起きたって不思議じゃないんだからって。たとえそれがどんなに大きな変化でも受け入れて、それでも前へ進んでいく強さを身につけなさいって。強さ？そう、強さよ。その時は意味がよくわからなかった。本当のことを言うと今もまだわからない。でもね、こうやって抱きしめられた時、お父さんとお母さんのぬくもりが伝わってきたの。私の温度が、ぬくもりが。ちょっとついてきてほしいところがあるの。ありがとう。